皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、初めてホームページを作りたいと思っている女性起業家のための分かりやすいホームページ開設手順について、ということについてお話をしたいと思います。要約すると、起業女性化初心者のためのホームページの作り方ということになります。はい、こちらの方のテーマを今日お話をしていきたいと思います。まずですね、ホームページなんですけれども、なぜこの話を今日しようかと思ったかっていうとですね、あちこちで私全国でセミナーをしているんですけれども、その中でホームページの重要性とかですね、持った方がいいよっていうことは皆さんに常々お伝えしていますし、私自身も、パン教室とかいろんな授業をやる上でですね、必ず一番最初に作るのホームページなんですよね。なので、逆にその教室の先生とかですね、教室をやられている方とかが、まずはブログからとか、まずはインスタからとか、まずはフェイスブックから始めるとかいうのを聞くとですね、個人的にはとても違和感があるんですよね。なぜならば、自分の授業の軸というか根幹というか、屋台骨、ホームのページなので、家、土台っていうことをなくして、その周辺のところ、枝葉のところを先に取り掛かるのは、なぜなんだろうなっていうふうに思っていて、何点か、もちろんそのなぜそっちに行ってしまうかっていう事情と理由はあると思うんですけど、一つはホームページは高度な知識を必要として、今の自分では作りきれないし、作り方わからないし、業者さんに頼んでも30万とか50万とか高いので、頼めないから作れないから、ブログとかインスタとかでとりあえず集客頑張ってるっていう例が一つですね。2点目はホームページの重要性を分かっていないので、ホームページとブログの違いすらわからないから、別にブログでいいんじゃないっていうことでやってない方っていう、圧倒的に一番の理由の方が多いんですけれどもね。だから私にとっては、逆に皆さんがそういう状況だっていうのを知っていて、その状態でホームページをきちんと作ってブログも更新しながら集客をしたので、業界特性として、特にパンお菓子とか、お料理とか、いわゆる教室の先生っていう業界は、皆さんパソコンが苦手っていう方が結構多いんですよね。だからその中でちゃんとバリッとしたホームページを作って持ってますっていうだけでも、まず一般人の方もそうですし、法人企業の方からもそこに飛んできて見た時の信頼度が格段に違うということですね。単なるアメブロやってます、単なるインスタやってますっていうよりはっていうことです。で、ホームページがきちんと稼働すると、SNS はもちろんやるにはやるんですけれども、枝葉の部分なんで、ホームページ単体でも自動的に集客をできるようにホームページって作り込むことができるので、それができるようになると、補助的に SNS は使うけれども、主軸はホームページから自動に集客をする。要は自分が発信をしなくても、欲しい人が情報を見つけに来てくれて、ホームページを読んでくれて、かつ申し込みが勝手に入るっていう、そういう状態ですよね。私の中ではその自動集客っていうふうに言っているんですけれども、自動集客をやるためには、ホームページが欠かせないというのがまず1点ですね。なので他にも何点かポイントはあるんですけど、今日はホームページの話が中心なので、ホームページをなぜ作るのかとか、作るとどういうことがいいのかと、あとホームページはじゃあどういうふうに作っていったらいいのか、何を載せるべきなのかとか、そのあたりをですね、教室の先生向けにちょっと優しくして話をしようと思います。っていうのが、ウェブ系って結構言葉自体も難しいんですよね。だから本当はもっといっぱい喋れるところをいっぱい喋ってしまうとですね、混乱する人も多いかなと思うので、ある程度その先生にとって知ってたらいいかな、便利かなっていう点を中心に今日はお話をしていきたいと思います。前置きが長くなりましたが、はい、では早速本題に入ります。ですね、まずホームページを持っ
すべきか持たざるべきかっていうか、まあ、持たざるっていう選択肢ないんですけどね、持った方がいいかっていう話に関しては圧倒的に持った方がいいっていうふうに私はお答えしています。いやでも難しいしね、っていう方もいらっしゃいますけれども、いや難しいのかもしれませんけれども、やはり自分の商売の軸と格をきちんと外向きに発表するっていうか見せるっていう、その家を持たずしてですね、その他のツールと言われる、まあ、SNS、これは私はツールというふうに呼んでるんですけれども、それで一生懸命いくら集客をしたとしてもですね、その本体である軸で自分がどういう人間でどういうサービスを提供してますよというのが見せる場がないとですね、制約しにくいし、永遠に集客し続けないといけないですよね。だからそこを少しでも楽にしたいんだったら、もちろんパソコン苦手な人が多いっていうのは分かってはいるんですけれども、今の世の中ですね、昔のホームページ制作とかに比べればめちゃめちゃ楽な仕組みとかできてるんですよ。アメブロもブログシステムですけれども、文字書いて画像入れるとそれがちゃんとそのように表示されるじゃないですか。あれって皆さん当たり前かもと思ってるかもしれないですけど、ちゃんと裏では HTML っていう言語、ウェブ用の言語のソースコードって呼ばれる呪文みたいなコードがですね、裏側で動いていて、それを表向き皆さんが簡単にポコンポコンって置いてったら、表示できるようにシステムとして作っているような形なんですよね。だからそういう仕組みとかが今できてきてるので、昔のように呪文のような、まあ、タグっていうんですけど、 HTML の言語ですね、これを手打ちするとかいうことをしなくていいんですよね。私が一番最初に、ウェブの勉強をしたのは、自分が開業するよりもさらにさらに前なんですよ。インテリアコーディネーターやってた時なんで、多分14、5年くらい前でしょうかね。インテリアコーディネーターはやってたんですけど、まあ、会社の ホームページとか、あとはウェブデザインっていうものは、コーディネーターであっても多分できた方がいいよねって思っていてですね、独学で勉強してたんですよ。ホームページビルダーっていうのを買って、あと HTML タグ辞典とかっていうのを買ってきてですね、入れ込みながら勉強したりとかしてたんですけど、えらい難しくてですね、1個のホームページ作ったんですけど、めちゃめちゃダサくてですね、残念すぎるホームページが出来上がりましたね。ということは、巷にあふれるこのホームページとかを作るためにはどれぐらいの年月私はいるんだろう。まあ本業ではないですけれどもね。それでもそんなふうに思いながらやったのが、もう一番最初の挫折を味わった頃ですね。で、自分が実際に独立開業する上で、まあ、会社員だった時にもすでにネット集客のコンサルタントの先生のところの会員に入っていて、まあ、集客の手順と、まあ、大まかなあらすじですね、まあ、そういうのを勉強していたこともあって、必須、当時必須だったのはやっぱホームページと、あとブログを両輪で回しながら集客をしていくっていうのが、まあシンプルに、まあ一番、でも今でもその手法は通用しますよ。王道だなぁと思ってます。ホームページで自力で普通に集客するっていうのは。だからどのみちホームページは絶対に必要だっていうのは分かっていたので、しかもどういう順番でどういうふうな見せ方をして、どういう画像を入れてどういう言葉で書いていったら集客できやすい、要は制約するのかっていうことも、まあその先生のところでいろんな、月例会とかを聞きながら学んでいたり、人のホームページを見たりとかして研究していたんですよね。なので私はパン教室をオープンさせる時、まあ教室をやってからコンサルタントになってるわけなんですけど、そのオープンさせる時には絶対にホームページは必要だと思っていました。だから会社を辞めたのがその前年の8月の夏だったんですけど、9月から12月までは、ウェブの、専門学校ですね、10時から5時、短期ですけれども4ヶ月行きましてですね、まあ、いろんなソフトの扱い方、HTML の関連のものを、まあ、本格的に構築していくっていうソフトの扱い方を
パンの先生なんですよ。それになるんだけど、絶対にウェブは必要だと思って、で習いに行って4ヶ月やって、まあ、いろんなソフトを扱いました。まあ、皆さんが知ってる知らないは知りませんけれども、アドビ関連のソフトなんですけどね、ドリームウィーバーっていうソフトだったりとか、今は廃盤になっちゃいましたけど、ファイアワークスとか、イラストレーター、フォトショップ、あと、フラッシュっていう、今はもう全然違う仕組みで動画みたいなのが作れるんで、フラッシュって今なくなっちゃったし、いらなくなっちゃったんですけど、まあ、そういうのを全般的に学ぶっていう講座に、若い人に混じってですね、多分最年長とは言わないですけれども、まあ、結構年齢上の方で入会して勉強しました。皆さんも本当にデザイナー、ウェブデザイナー目指す人だからガツガツにやるんですけど、まあ、その中で、まあ、若干落ちこぼれ気味ながらですねまあそれでも作っていく方法をやってっていうふうにして、まあ、私の知人友人に、ホームページのフレームを作ってもらって、でそれを自力で更新しながら運営してきたっていうのが私の一番最初の当初のやり方になります。ただそれだったとしても、やはりホームページを作り、ずっとそれを育ててきたっていうことによってですね、まあ業者さんの手を借りなかった、自分で、まあ、更新構築をしてたっていうことで、多分浮いたお金が150万とか200万近く多分浮いてます。そして自分で作るっていうことを、更新ができるっていうことも当然いちいち人に頼まないっていうことなので、すごいスピードを持って、これをしたいなと思ったらそこをいじればいい、これをしたいなと思ったら画像を入れて募集しようとか、そういうのがすごく小回りが効いて楽だったので、基本的にはホームページはまずは作った方がいいっていうことと、プラス、自力でできることをやっぱりちょっとね、頑張っても努力した方がいいですよ。はい。で今はすごくですね、簡単って言っても、やったことない人にとってはまだそれでも多分ハードル高いんですけど、その呪文みたいな行動を手打ちするよりははるかに楽になったですね、 CMS と呼ばれる、略語で言うとコンテンツマネジメントシステムっていう CMS っていうものがあって、コンテンツを管理する、だから管理画面からテキストを入れたり、画像を入れたりしてホームページを作っていくっていうことができる CMS っていう仕組みが発達していてですね、代表的なので私もその講座を持って教えているのがワードプレスっていうものですね。あとムーバブルタイプとかっていう、企業向けとかだとムーバブルタイプとかもあったりとか、あとはWix とかっていうところも CMS とかになってますよね。あと私は使ったことないですが、スマートページっていうものがあるらしいです。Wix は私もちょっとだけ触ったことありますけれども、汎用性から言うと、まあ世界中でそれが使われてるっていうことを考えると、まあワードプレスがいいかなっていうふうに思うのと、ワードプレスは SEO と呼ばれて、Google さんとか Yahoo さんとかで誰かが検索をすると、そのページ自分のホームページが上位に いられるような、見てもらいやすいようなページを作りやすい仕組みとかがたくさんあるので、私は個人的にはワードプレスをメインにおすすめしていて、ホームページはワードプレスで作った方がいいっていうふうに言っているタイプの人です。で簡易的に作るのであれば、さらに初心者向けにもっともっと分かりやすく、ペラ1枚こうなんかあるじゃないですか、紙とかね、こういうのがペラ1枚とかで作れるっていう意味で、まあ、ランディングページと呼ばれるイベントとか、まあ、そういったものを申し込みのためだけに特化してページを作る、ペラ1枚もので作れるというペラ1っていうシステムがあって、これも非常に優秀な仕組みなので、私は私のクライアントさんにワードプレスとペラ1を使い分けながら運用していくようなお話をしていたりとかしています。なので基本教室の先生とかであっても、まあまずとっかかりが敷居が低いペラ1、まあこれぐらいで簡単なホームページはまずは作ってもらって、本格的に運用するっていうことになったら、やっぱりワードプレスとかに挑戦していただきたいなっていうふうに思ってます。まあブログ、アメブロが更新できてる人であれば、
まあ、もうちょっと難しいですけど、アメブロのそうだな、管理画面の1.8倍から2倍ぐらいかの難しさはあるかもしれませんけど、覚えると非常にですね、スピードも速く、そして信頼性を持ったホームページを作ることができますので、お客様がですね、キーワードとかであなたのホームページに訪れた時に、いいね、ここの教室いいよねって思ってもらえるように作りやすいのが、まあ、ワードプレスのホームページの方ですね。いや、私ブログアメブロでも集客できてますっていう方は、もちろんそれでも構わないんです。ワードプレスであったとしても、ただそこに置いておくだけでは全然集客初期の頃は難しいので、ホームページの中にですね、ブログを更新するシステムを持っているので、まあ、ブログ型ホームページシステムっていうふうに呼ばれていたりするのもワードプレスになりますので、そのワードプレスの中にどんどん記事を貯めていくことによって、充実したホームページを作ることができると、それを目当てに飛んできた人たちが、この先生は信頼できる、いいよねって思ってもらえて申し込みになるケースとか、あとは企業さんとか法人の方は、まず確実にホームページ見ますね。ブログだけしか持ってない人はもちろんブログしか見ないんですけれども、ホームページをちゃんと持ってて運用してるっていうだけで、格と格が変わりますので、例えば同じ仕事をお願いしようかなと思ってる似たようなタイプの先生がいたら、確実にホームページをきちんと運営している方の方が信頼度がアップしますね。それは私自身がホームページを運営してて感じたことです。綺麗なホームページ、ちゃんとしたホームページをお持ちですよねってよく法人の方に言われてましたし、通販の方からうちにそのパンを入れさせてもらえないかとか、お取り寄せ通販で扱いたいんですけどとか、まあ、私は教えてるだけなので、通販用に卸しはしませんということはよく言ってお断りはしてたんですけれども。いや、探されて問い合わせが来る、まあ、他にもいろいろ法人からの問い合わせとかも結構多かったんですけれども、まあ、だからアメブロをやってても、まあ法人の問い合わせってあるのかもしれないですけれども、ちゃんとしたホームページを持ってると、まあ、テレビとかマスコミ、あとは法人からの、講演依頼とか、あとはまあレッスンの依頼とかですね、ページをちゃんと持ってるか持ってないかだけで非常に大きな違いがあるので、だからホームページ持ってほしいんです。そして教室の先生は皆さんがあまりまだ持っていないから、持ってるだけでもイニシアチブが高いんですよね。だからこそ持ってほしいっていうふうに言ってます。他の業種業態に比べると圧倒的に持ってない先生多いですからね。圧倒的です、本当に。だから、まあ、私は会社員だったので、会社員的な感覚からすると、その自分の事業っていうのは、まあ、会社の顔っていう状態になるので、まあ、外から探してもらう時にね、その会社の 枠がないのに、じゃあお客様は来ましたっつって言って、その草っぱらみたいなところにね、テーブルを置いて、じゃあこちらへどうぞみたいな感じで。やるっていうのが、ブログだけ持ってます、インスタだけやってますっていう人の感じで、ちゃんとお家の中に招き入れてどうぞって、おもてなしするっていう感覚はホームページなので、私の中では持ってて当たり前っていう、まあ、それぐらいのもの、お仕事をするならです。趣味だったらいいです。別にそんな真剣に集客する必要ないし、楽しくやってればいいので、必須だということは言いません。だけど仕事としてきちんとやるのであれば、まあ、やっぱり持つべきものなんだろうなっていうふうに思います。で、まあ、ホームページの概念なんですけれども、ホームページっていうのはウェブ上で、まあ、自分のその家を持つような感覚になるので、ちょっとだけウェブ用の難しい言葉風に聞こえる話をしますが、まずドメインって呼ばれる自分の住所を、独自ドメインっていうのを手に入れると、大概屋号とかなんですけどね、私だったら例えばアトリエリブラが屋号なので、アトリエリブラ、まあ、ドットコムとかっていう屋号の、URL と呼ばれる住所を取っても良かったんですけど、アトリエって皆さんがね、綴りにくいんですよ。アトリエってね、ATLIERER とかっていうなんで、英語で言っても難しいから、もう A-Libra、
a-libra っていうふうにして、まあドメインって作ったんですけど、住所をまず独自で手に入れるっていうものがまず作業として必要になって、インターネット上で「ここです、私の家ここです」っていうのを示さないといけないので、家の前の表札みたいな感じですね。で、そこに土地を持たないといけないので、土地を借りるって言えばいいんでしょうかね。インターネット上の土地を借りるっていうので、サーバーっていうのを持たないといけないんですね。まあレンタルサーバーとか、いろいろあります、レンタルサーバーがね。私は初心者はロリポップが分かりやすいよっていうふうに言われて、ずっとその頃からもロリポップ使っちゃってたので、ロリポップでずっとやってますけれども、まあ他にも X サーバーとかですね、桜インターネット、桜サーバーとかですね、まあいろいろサーバーと呼ばれるものがあります。で、そのサーバーって呼ばれるものを、その住所としてそこに置くための土地を持ってないといけないので、でサーバー借りる、まあ大体1年間でどれぐらいだろう、私のロリポップが500円だから6000円ぐらいですかね。でドメインが大体1000円から3000円ぐらいなんですよ、1年間使うのに。だから、まあ、その準備だけで1年間に、まあ、投資する費用1万円以内ぐらいは必要かなっていうことですね。でそこにさっき言ったワードプレスっていう仕組みを、まあ、入れ込んで、まあ、それで運営するっていう形になっていくんですね。だから、サーバーを借りる、そこにドメインをセットアップする、ワードプレスを入れ込む、まあ、この辺りが若干難しいかなっていうふうには思いますけれども。そこは1回導入してしまえばですね、2個目3個目っていうふうのを作っていくっていうことでない限りはですね、まあそのあとは日々の更新とかページをどう作っていくかっていうワードプレスの操作を覚えればいいだけなので、まあそのあたりはですね、だいぶいいのかなっていうふうには思いますね。だからそこをね、乗り越えてしまえば、画像をこう入れてったりとか、動画を貼り付けたりとか、いろいろとできるようになるので、いいかなと思います。あと、ワードプレスとかは、レスポンシブデザインと言いましてですね、パソコンで見た時にはパソコンの表示、スマホで見た時にはスマホ表示に切り替わるみたいな、まあ、そういうタイプのテンプレートとかも結構多く持っておりまして、今や Google さんも Yahoo さんもですね、モバイル、フレンドリーって言って、携帯とかで見た時に分かりやすくいい状態になっているようなページを上位にするっていう傾向とかがありますので、スマホ対策っていうのも絶対必須なんですよね。だから、ホームページ私持ってるからいいですっていう方は、私が先に言った HTML というタイプの言語で書かれているだけで作られているホームページで、そのレスポンシブデザインって言われる、携帯の時には携帯に切り替わる、パソコンの時にはパソコンにっていう、この自動でそれがなるような仕組みが入ってない場合にはやはり順位が下がっていきます。なので、なんか最近生徒さん減ってるなってなんとなく思ってる方は、その可能性が、順位が下がってる可能性が大です。っていうことは、その対策をしなくてはいけないっていうので、パソコン版と、モバイルフレンドリーの携帯版ですね、スマホ版とかの、まあ、コードって違うんですよ。なんでこれを見ながらこっち作ってねって業者さんにお願いすると、1個分作ると同じぐらいの値段大概取られます。だとすると、これを機会にですね、両方とも自動変換するようなホームページを自分で作れるっていうことを覚えるっていうのも一つ、どこかでね、チャレンジしていただけるといいかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ私も最初アメブロのカスタマイズ自分でやった時にですね、アメブロもカスタマイズしないとダサいじゃないですか。だから結構コード使ったりとかして動く、そのコピペとかで貼りながら中いじってってとかやって、本一冊あるんですよ、アメブロカスタマイズ法とか。それを読んで2週間かけてやりましたかね、最初は。でもそういうふうにとにかくトライして、でまたやってっていうのを繰り返すと大体できるようになります。
ワードプレスなんて私にとっては出だしの頃ですね、すごいハードルが高くて、ちゃんと教えてくれる人がいなかったんで、独学でやってちんぷんかんぷんで、コードを自分で全部書くみたいな講座も参加しちゃったことがあって、2日間行ったけど全然わかんないみたいな。まあ確かに作れたんですけどね、ホームページこれ再現無理だよねとか、6回ぐらい挫折してますかね、ワードプレス。だからその経験があって、皆さんが1回で簡単に作れるようにっていうふうに思ってカリキュラムを作ってやったのが、私がやってるワードプレスの1日の講座なんですけどね。大概皆さん1日である程度のとこまでできちゃうので、まあ、それはそういう残念な過去の自分の経験があったから、そういう講座を作ってたりとかねしてるんですけども。で、あとよく私のところにねいらっしゃるのがですね、業者さんに作ってもらったのに全然集客ができないって言って、ある程度見栄えが綺麗なホームページなんですけれども集客ができないホームページっていうので相談にいらっしゃる方いらっしゃるんですよ。で、なぜそうできないのかっていうと、業者さんが悪いわけでもないです。まあちょっとは悪いのかもしれないですけどね、おそらくご本人が言ったようにある程度業者さんって作っちゃう場合が多いんです。で、ここをちゃんとコンサルティングを入れて、動線設計もして制約するように作ってくれるっていうコンサルティング能力がある、ホームページ作成業者さんであれば、多分そういうふうに作ってくれます。でもコンサルティング能力があるっていうことはその分の価値が上乗せになるので、まあ、大概安くないです。安くて50かな、50、70、100とかがまあ相場ですよね。で、いわゆる20万とか30万とかっていうようなところとかは、まあ、本当にページを作っていく、その会社のテンプレートに合わせて、じゃあこのこれとこれのこのデータください、はい原稿ください、はい入れていきますみたいなタイプが多いです。中にはちゃんと聞いてくれて考えてくれるところも多いかもしれないですけれども、コンサルティング業とホームページ業って実はちょっと目的がね相反するとこが本当はあるんですよ。これぶっちゃけ話ですけどね。どういうことかっていうと、すごく売れるためにすごく一生懸命話聞いてあげて、すごくちゃんとやってあげると時間がかかります。時間がかかるっていうことはその人のホームページが仕上がらないっていうことになるので、手離れが悪いので、その会社にとっての時給単価、担当者の時給単価がえらい悪くなっていきますよね。っていうことは手離れがいい方がいいんです。だからある程度フォーマットに合わせてお客さんの要望する言葉を入れてあげて、ある程度写真ボンボンって入れてあげて、で入って納品すればホームページできたよねっていう納品にはなるので、あんまりこう親切にコンサルティングとかやってあげてしまうとですね、時給単価が下がってしまうから、結局納品して同じ20万例えばもらったとして10時間でできるのか30時間かかるのかっていうこの違いが大きいので、コンサルティング業とホームページ制作業っていうのは非常に相性悪いんですよ、仕事としては。だからホームページ、私が例えばホームページの教えるご本人に頑張ってもらうっていうことをやる分には、その方がどういう状態でどういうふうに集客していくかも含めたデザイン設計も一緒にやって、でその間ずっとコンサルティングをしているので、時間がっていうことよりはご本人が頑張れば早く終わるだけだし、そうでなければ長引いてしまうっていう、とても分かりやすい、まあ、成果報酬制に近いような状態になっているので成り立つんですけどね。だからホームページ作成業者さんに頼んで集客できないページができちゃったっていう話はまあまあよくある話です。だからこそ頼む前に少なくとも自分がホームページを一体どういう状態で作っていきたいのかとかですね、こちら側もちょっとね学ばないとダメですよね。やっぱり丸投げとかはまあお金ドブに捨てるようなもんで、実際にやはりそういう方いらっしゃるんですね。30万かけて作ったけど全然1年間反響がなくてって言って、で私のところに来て、ホームページももちろんやるし、当然コンサルティングとかそれも全部含めた状態でやっていって、まあ9ヶ月くらいかけて全部で作ったのかな。内容も全部一生懸命こう画像とかああいうのも全部ですよ、文章のチェックとかそういうのも全部やって出来上がって、でもそのホームページからはちゃんとお客さんが何人とか月何人とか来るようになったっていう報告とか受けてますので、
やっぱりきちんと作れば、まあ、きちんと人って集めることもできて、で、理想はホームページ単体で人が集まるのが理想です。探されて到達して、そして申し込まれる、これが一番の理想なので、いいんですけども、まあ、初期の頃その力が足りないですよ。認知度がないから、ホームページが外に知られてないので、そうするとアメブロを使ったり、外部のサイト、SNS ですね、Facebook 使ったり、Instagram 使ったり、YouTube 使ったりしてホームページを見せるみたいな形でやんないといけない。ただし、ホームページの出来が悪いと結局人がいくら流れてきても決まらないので、おすすめは初期の頃に、ある程度制約しやすいホームページをきちんと作る、この工程があって SNS やる方がいいというふうに私は推奨しているし、自分はそうやってきました。だから、だいたいホームページでの集客率というか、まあ、ホームページ単体で見られているっていう、その、まあ、状態がだいたい65%ぐらいでしたかね。で、あとの部分の、その見てもらうっていう入り口としての役割が、アメブロだったり、Facebook だったり、インスタ私ほとんど使ってなかったんですけど、YouTube だったりとか、このあたりのちょんちょんちょんが10%、5%、5%とか、それぐらいの割合になって、メインはホームページが勝手に集客ができるように作り込みをひたすらやるっていう、そちらに力を注ぎましたね。だから告知はもちろんするんですけど、そんなにしょっちゅうしょっちゅうなんとかのレッスン立ちました告知っていうほどはしてなかったです。割とそうですね、まあ誰かが見つけてそこに到着すれば、夜中とかに普通に予約が入ってて、朝起きると予約が入ってるみたいな状態を作ることができていたので、まあホームページってすごいなっていうふうに実際に自分で作って運用して思ってたっていう形です。で、今の世の中はツールがたくさんあるので、入り口はたくさん作ることができるんですね。で、その入り口をたくさん作ることができるんだけれども、その入り口をたくさん作ることに一生懸命になっちゃっていて、集客と制約ですね。特に制約の部分がおろそかになると、どんなに拡散して告知してブログ書いても全く決まらないっていう、ずれてるからですけどね。そういう事情になるケースが多いです。だから、ホームページの設計っていうのを業種業態別に、まあ、書くべきこととか、ものもあるんですけれども、まあ、決まるように作る、要は一発で申し込みがされるように作るホームページのコンテンツ、中身ですね、として絶対必須なのが、まあ、コースのご案内ですよね。それと、あとプロフィール、ご本人のプロフィール、あと受講した生徒さんの声と、あとアクセスどこにあんのっていうことと、あと実際のお問い合わせを申し込み、大体このページは最低必要ですよね。ブログ読ませたかったらもちろんブログのページとか持たないといけないんですけど、このシンプルな、これすらちゃんと作れてない。一番衝撃なのは、お問い合わせを申し込みのボタンがどこにもないみたいなホームページありましたからね。ホームページ診断で、これ笑い事じゃないですよ。 ご本人はなんかね、そう、それでいいと思っていたらしいんですけど、それを設置していないがために申し込めないで、全然いなくなっちゃってたお客さんとかが多分いて、で、たまたまそれを見てないよね、ボタンっていう話をして、その日の夜早速設置してもらったら3人申し込みが入ったとかいう話もあるぐらい、笑い話になっちゃうぐらい残念な話とかあるんですよ。だから、やはりその見せる屋台骨としての土台ですね。それは持ってた方がいいと思います。はい、ホームページね。だから、ホームページの要素もいっぱいあるんですよ。どういう画像ならいいのか、キャッチコピーはどういうキャッチコピーがいいのか、そしてそれが検索エンジンに探されるためにはどういう形がよくって、ブログは一体どういうふうに書いていったらいいのか、これ運用の方の話です。ホームページを作るフレームのところの部分と、あと実際に育てなくちゃいけない部分の話と両方あって、ホームページって作った後ですからね。作った後、コツ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 どれぐらいその中身を充実させるかによって、毎年毎年集客が楽になっていくように作ることができるので、毎年毎年集客が楽にならない人、SNS でひたすら発信をずっと続ける人っていうのは、そろそろどこかでちゃんと
一回自分が勉強してでもホームページを持って楽になるように動いてた方がいいですよ。だって教室の先生の本分って、レッスンで例えばお菓子を教えるとかお料理を教えるとか、それが本分なわけですから、SNS やんなきゃいけない時はやんなきゃいけないんですよ。特に1年目なんて結構がむしゃらにやんないと見てもらえないケースとかもあったりします。でもね、年々楽になっていくように設計してるかしてないかっていうのは非常に大きな違いがあって、私は毎年毎年楽になるように設計していたので、毎年1個新しい授業を立ち上げて、それを試してトライアンドエラーで試しながらいろんな授業を展開していた。だから都合ホームページ18個とか20個ぐらい運営してるわけですよ。閉鎖してるっていうか、ほとんど手を入れてないホームページもありますけれどもね。なので、そういうことも時間が作れるようになるとできるようになるっていうことです。はい。なので、まとめるとですね、まず、ホームページを作るか否かって言ったら必ず作った方がいいっていうのがまず1点です。で、その際にはどういうタイプのホームページがいいのかっていうと、無料でやれてるようなタイプのものもあるんですけど、やはりちゃんと自分の住所を、自分の敷地を持つ、ドメインとサーバーを借りる形で、世界的にも、汎用的に、扱われてるブログ型更新システムのワードプレス、これでホームページを作るのがいいでしょうっていう話と、あと業者さんにお願いするか否かっていうのは、なんとかね、1回目はね、頑張ってやっぱり自分で作った方がいいと思ってます。で、すごく売れっ子になってですね、時間が足りなくなったら業者さんにお金払って作ってもらったらいいですよ。しかも自分が作り方を分かっている状態で交渉すると、そのまんま集客ができるいいホームページができますのでね。なので、何で作ったらいいですかって言ったら、私はワードプレスをお勧めします。で、その時には何を、注目しなきゃいけないかっていうと、パソコンとモバイル、スマホとか、あとタブレットで見ることを想定した作りになっているホームページを作ろうねということです。しかもどちらかっていうと、今私もデータ解析してますけれども、モバイルで見られている可能性が、私が年齢層上目のターゲットを設定しているにもかかわらず65%とかになってきているので、これもうちょっと上がってくると思います、パーセンテージが。昔なんかはモバイルで見てるとか10%とか15%レベルでしたからね。なので、そちらの見え方も加味した、読みやすく申し込みやすいページが自動的に変換で作れるような形がいい、推奨されるということですね。この点がもう1点です。ね、最後にじゃあ実際にホームページ上には何が入ってたらいいのかって言ったら、コースの案内、生徒さんの声、プロフィール、アクセス、お問い合わせ、申し込みっていう、この要素は最低必要で、それをさらに充実させて集客が自動化するようにしていくためには、ホームページの中にブログをいっぱい書いていく方がいいということです。コンテンツブログと言いますけれども、お役立ち情報を中心に書いていくということですね。なので、アメブロで、私書いてますっていう方はもったいないです。アメブロで書いてることを自分のホームページにやった方が財産になりますよ。アメブロ、いいんですよ。いいんですけど、結局人の土俵になるので、アメブロが突然、アメーバブログやめますって、今のところ言わないですけど、言った瞬間に自分の今まで積み上げてきたもの全部なくなるので、それはそれはそれは恐ろしいですよね。なので、さっき言ったように私が65%ぐらいホームページでほとんど集客していたっていうことなので、アメブロ、YouTube、Facebook とかそのあたりが仮になくなったとしても、半分以上ができていることになるので、全部のメディアが一気になくなるってことないですからね。なんで、アメブロだけで集客してる人は、それがなくなった時どうするんですかっていう話と、Facebook だけで集客してる人は、それがなくなった時どうしますかっていうのも、ちゃんと考えて、どこかの段階で独自のホームページは持った方がいいというのが私の考えです。はい。今日はちょっとホームページのことだったんで、内容も熱く長く語ってしまいましたけれども、ぜひ、この動画を見た機会にですね、ホームページ作成っていうものを検討してみていただけたらと思います。特に私は教室、授業に特化した形でのホームページ制作の、レッスンとかをやっているので、わからない、聞きたいっていうことがありましたら、お問い合わせいただけましたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは。